スティーブン・ポール・ロンバード・オジー・ジュニアは、アメリカ合衆国ミネソタ州、ヘネッピングにイライナ出身のプロ野球選手。ウト・リョ良ダ。2019年現在は、独立リーグアトランティックリーグのロングアイランド・ダックス、所属。同名の父のスティーブ・ロンバード・オジーは1985から90年に、ミネソタ・ツインズとヒューストン・アストロズでプレーした元、メジャーリーガー。名字は正確には、 ランバード・オジーと発音する。2008年の MLB ドラフト19巡目でワシントン・ナショナルズから指名され、プロ入り。2011年9月6日のロサンゼルス・ドジャース戦でメジャーデビューを果たした。2012年は故障者の穴埋めとして出番が増え、123試合に出場した。本職の二類種の他に外野種としての出場も多くなった。 2013年12月2日にダグフィスターとのトレードでイアン・クロル、ロビー・レイと共にデトロイト・タイガースへ移籍した。2014年3月24日にアレックス・ゴンザレスとのトレードでボルチモア・オリオールズへ移籍した。オフの12月8日に40人枠外となった。2015年2月3日に金銭トレードでピッツバーグ・パイレーツへ移籍した。5月6日に メジャー契約を結んで昇格したが、7月23日にリーフとなり、27日にマイナー契約で AAA 級インディアナポリスインディアンスに配属された。10月5日に FA となった。10月26日にシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結んだ。2016年3月31日に自由契約となった。 4月17日に独立リーグアトランティックリーグのサザンメリーランドブルークラブスと契約。6月7日にフルスナショナルズとマイナー契約を結び、参加の AAA 級シラキュースチーフスへ配属された。オフの11月7日に FA となった。2017年4月4日にマイアミマーリンズとマイナー契約を結び、参加の AAA 級ニューオーリンズベビーケークスへ配属された。 5月10日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。2試合に出場して8打数無安打と振るわず、5月16日にリーフ、19日に40人枠を外れる形でトリプル A 級ニューオーリンズへ配属された。レギュラーシーズン終了後の10月2日に FA となった。2018年1月10日にオークランドアスレチックスとマイナー契約を結び、 スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2019年3月28日にアトランティックリーグのロングアイランドダックスと契約。ありがとうございます。